どうも皆さんいらっしゃい。しゃい。水川 ABC の A と B と C です。一人二役やってる。ベイオハザード RE2 続けやっていくよ。ベイオ。今日も B いません。はい。B は不在でございます。惜しいやつをなくしたよ。突っ込んで。本当にダメみたいちゃうか。あいつはね。マクミ？あ、まだなんかあるね。なんか取ってないものが。なんか意味んだよ。PC は？これ出ちゃったらあれだと思うよ。あ、赤ハーブある。あ、あったわ、まだ。いいね。預けちゃえ。預けるよ。警報鳴り続けてるからね。え、鳴り続けてる。うん、あのウイルスを勝手に持ち出してるよって思ってる。うん、やりかな。これエイダに届けると。エイダ。なんでよ、すぐじゃん。だからなんかあれ準備してたんだ。本当にもう。どいて。あ、私がやる。いや。終わらせなきゃ。どういうつもりだ。許してみ。暴行するしかない。発生が。やったか。ウィリアムだって。こいつが。こんなはずじゃなかった。何もかもアンブレラのせいよ。アンブレラ、あんたもそうだろう。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。全部。お、あいつこいつ撃たれたんだよね。そう、簡単に渡してたまるか。そんなウィリアム、なんてことをしたの？旦那。そうなの？うん。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら恋愛しようが、あんたの責任だ。クラス A 収容違反を提出。対象の皆さん、
チルダ。マチルダじゃない。はい。はい。やばい、来る。
か。あー早い早い早いよ。あーめっちゃ来ている。ジャンプ。よし。オッ。早いね。やばい。やばい。あーまだ来る。危ねえ。時間かかりそうだよね。あ、まだ待った。あ、先行手榴弾。起き上がったり。やめてよ。あ、ボンベあった。いいね。手榴弾。あ、来ました。ハンドガンは死ぬほどなんだけどね。ここですけど、これで最後かな。よし、あ、最後だね。はい、じゃあ、シリー、ここからだよ。ここ登ればいいの。そう、登ればいい。あ、ボス戦後だからすぐボス戦後。あー振りだぜ、って書いてあるの。ひどい傷だ。優しいな。痛みの方がもっとひどい。さっきの話信じられないけど、Gウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ。FBI に渡す。あの女を信じるの。あの女どういう意味だ。俺は信じる。彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。Gウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。博士言うな。おめでたい人ね。もしGウイルスがアクトホテルに渡ったら、もう早っ。どうする？怪しいとかじゃねえか。スケベだといいんか、別に。
すぐスケベな女の人についていくからな。しょうがねえとか言うなよ。あ、ほら、スケベっ子。スケベっ子。すごい汚れちゃってまあ。君のことを考えてた。あら、私もよ。心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて、早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いてよ。君は FBI じゃないと。ああ、レオン。おとなしく渡せばよかったのに。ああ、俺だって君を信じたかった。ダメだった。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡してレオン。殺したくないの。どう？さあ撃てよ。できるものならな。パッ。簡単に撃つじゃん。生きていた。10分しかない。何をする何をよ。あのエレベーターに乗れ。エレベーターに乗れ。で持って、はい、閉まる。これ脱出できると。ああ、その来た道。おお、来た道はもう行けないからね。すごいね。ここはもう持たない。よく聞け。脱出するんだ。今すぐ。ええ。脱出路はある。なんとかなるわ。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオン、
く聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ。あ、くそ。スプレー、もう行かなくちゃ。おー、コンバットナイス。絶対出てくる、これ。アップしかないよ。中央エレベーター、サイトス
プラスに入れられます。ラグジュアリーとして。はい。ああ、びっくりした。なんだとか言ってるよ。ねえ、ねえ。ああ、ああ。来ました。そうだよ。なんかコンボじゃん。トランシーバー。まずハーフから使っていいかな。そう、これ、うん、やつを取る。まあ、はい、はい、すげえ。
らった理想だ。失恋か。もう忘れないとな。いいんだよ、忘れなくて。生きてたら。だって、レオン、これでもワイクロっつったら、ずっと始まるぞ。そっか。どっから来たか分かってるな。そう。ロケロン、ロッキーっつって。ほら。レオン！クレア。クレア。やったな。なんだっけ。私が言った通りね。あ、本当に？うん。はい。おめでとう。駆け抜けたね。終わり？本当に？はい。つうかもうあれじゃん。あの女の子、うん。最初と最後しか出てこないじゃん。あのクリアちゃんね。うん、はい。いやー、これね、レオン編が終わりということで。え？レオン編？レオン編がこれ終わりと。全部終わりでしょ。全部終わりなんじゃないの？そんなわけないでしょ。謎だらけでね。あの女の子は、そのちっちゃい女の子は何なのかね、分かってないですから。そういう？はい、そういう。迷子になったから助けてあげたんでしょ。まあ間違っちゃいないかもしれない。あの女の子は何なのかとかね。もう裏側でクレア何してたのか。やっていくよ。いや、難しかったでしょ。むずいよ。遅いんだ、マリオみたく動けばいいのに。全然マリオじゃない、あれ。ドンキーコングとか。ドンキーコングとかさ。いやー、面白いよね。いや、結構17か18ぐらいまで来ちゃったからね、シャープ。あ、これか。うん、あ、そう、そっか、そんな、そっか、結構来てるね。じゃあ次の何、クレアさん、うん、はダイジェストでシャープ1で1、速攻じゃん。うちで。最初と最後しか映んないから、ね、はい、いやー、すごいよね。すごいリアルだよね。リアルだ。これは何、あの、新しくやってきたやつ、うん、リバイバルみたいなやつ。そうそうそう、リメイクだね。昔のやつを、まあ、綺麗に作り直して、やってますね。やり直し？いいやつ。エイダが出てくる時間が長いからね、それはそうなっちゃう。結構長かったね、クレア編をね、この裏で。そういうことなのか、クレアは何やってたかと。さあ、別にクレア何もしなくていいんじゃないですか。自由意志でこっちで何とかしたんだからさ。そうなんだけどね。あ、そうなんだけどね。そしてまだ終わっていないから。え、どういうこと？いや、エンディングはエンディングだけどね。これを見て、その後ってこと？もしや、このエンドロールの後にも。最近多いよね、そういう映画もね。あ、多いよね。エンドロールまで全部見ないと、ちょっと次が、みたいな。そう、続編のなんか、ね、この後こうなるみたいなやつがあるよね。いやー、結構弾きつかったね。きついきつい。きついし。ロケットランチャーって最後のやつ？そう。俺2発しか撃ててない。あんなもう最初から出してよ、あんなの。最強の武器ですからね。はい。なんかね、作中で最強だから、あの、これクリアしたらその2周目とかそのロケラン使えるようなんだよね。ああ、そうなんだ。そう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 。え、じゃあめっちゃ速くなるじゃん。そう、めっちゃ楽になるね。ボス一撃とかじゃないかな。でも弾は限られてるでしょ。そう、拾えたりしないんでしょ。拾え、あ、作れるとかそんなじゃなかったけど。あ、どうだったっけな。けどなんか、あの、クリアしてたらロケットランチャー無限開放みたいな。そうそうそう、無双していく。ね、もうそれでやらせてほしい。最初から
クライマックスみたいな感じで。これ飛ばせるかな。そうなんだ。この後出てくるね。キングコング。キングコング？映画。2、3年前に。うん。これは怪獣好きだからさ。うん。見に行って、うん、でこのエンドロール終わった後に、なんかこの特例を利用ますよ。そこにゴジラってちょっと待ってワードが出てきて、ああ、めっちゃテンション上がった。それ繋がってんだよね。ゴジラとキングコングね、うん。見た全部。面白いよね。面白い。なんだっけ。渡辺健じゃなくて渡辺健、あ、そう、渡辺健さんがね、いい味出してんだよね。ね、上手ね、ハリウッドの俳優さんですからね。すごいよね。面白かったな。キングコング心優しいでしょ。心優しいよ。助けてちょっと伝わんない顔してね。こうやって。うん、いいお尻してんだよ。あ、ね。もう完全筋肉の塊だよね。ボディービルダーの時みたいな。いやいや、そう。映画だよね。むしろ映画より関わる人多いんじゃなくて、そんなことないのか。確かに。開発すごい人だったね。俺あのスイッチ版でね、なんかあのバイオ4が昔のやつできたんだけど、結構やってて。スイッチって何だっけ。スイッチって、あ、任天堂スイッチか。そう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 、時々持ってね、その昔の4、うん、やってたから RE4 すごい楽しみだった。元の風をやってからやるか。いやいやいや、一個でいい。もう一個、どっちかにしよう。もう別に元の風とか今の風とかいいから。風だ、一個でいいよ。もうどっち、え、ダメ？どっちでもいいよ。どう変わったとか見たくない。いやいやいや、大丈夫大丈夫、それは一、うん、個でいいんだよ。ほんと、うん、こんな、おかしいな。いや、おかしくない、おかしくない。4は一個でいいよ。超やりたいんだけどな。はい、カプコン列車の最後。誰今？おっきい耳みたいなの出てきたけど。耳。はい、これリザルト C ですね。ああ、いいね。一番いいってことでしょ。いいわ。ポジティブやな。一番いい結果だ。レオエスケネディ。はい。もう出会うとこからやっちゃうんだ。そうだよ。クレア編ですね。ありますよと。こう動きたいということで。はい。はい。かわいい、あの衣装。すんげえピンクいじゃん。やばいね。もうコスプレじゃん。すごいね、ピンクいね。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また次はね、一回違うゲームはその挟もうかなと思いますので、はい、また次回違うゲームでお会いしましょう。バイバーイ、はい。